足がやられてる。あ、二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。あ、まずい。こんなことしてる場合じゃない。楽ってなぜ悪いか。疲れたな。どうも皆様、ガンダム大好き FPS プレイヤーのグリードです。今回はプレイステーションのガンダムバトルオペレーション2をやっていきたいと思います。まあ、かなり昔からサービスされているガンダムゲームなんですけども、ガンダムエボリューションの実況を何本か上げたんですよ。それならね、あのガンダムゲーム の代表作であるこのバトオペ2をやっておこうかなと思ったわけです。まあ、悩んだけども、逃げれば一つ、進めば2つというふうに言われてますので、最新の彗星の魔女からもしっかりとね拾っていきますけども、もしねこの動画で初めて僕を見た人は何してんだこいつって思うかもしれないんですけども、まあ、あのガンダムエボリューションの動画を何本か上げてたり、あとガンプラ紹介とかガンダムクイズみたいな動画も上げてるので、どれぐらいガンダム好きかっていうのは、まあ、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。さあ、というわけで今回、そう、このゲームは、あの、発射シークエンスがあるんですよ。つまり、あの、本当の、グリード、行きまーすができます。あ、もう今日の動画、満足です。なんか、満足しました。こう、もう、やりたいことやりました。うん。自分は死に場所を見つけました。はい、というわけでやっていきましょう。このマップは、初めてだけど、動画で何回も見たことがあるような気がするよ。あ、なんか、すごい、完全にまぐれで今ね、三角ボタン押したら、なんかいい感じにタックルが、なんだこいつ、なんて無謀な。あ、G3 だ、相手は。相手の方が、マグネットコーティングが施されている。あー、まずい、まずい、シールド破壊、カバーが欲しい。まずいな、やっぱこのゲームは体力が高いから、ソロでの活動はかなり危険だ。味方と合流しよう。まずいな、これ、後ろ取られている。こいつ降りてくるんじゃないのか。よし、逆に地の利を得たぞ。ここでビームライフルをしっかりと当ててきて、味方が来てくれたから、そこからの、ふん、よし、いける、いけるぞ。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。これジェスタか。そこだ。よし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 、僕のガンダムはほぼ、何それ、初期装備だけど多分。ああ、そっか、このゲームフレンドリーファイアがあるから一旦落ち着こう。でもあと少し、諸君らの力を私に貸していただきたい。味方大丈夫か。後ろにも目をつけるんだ。よし、敵の背後を取ったぞ。どれが敵だ。これか、これか。え、無敵時間入ってる。オッケー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 。ビームライフルはまだエネルギーを使いすぎるな。言われなくたって。いいぞ、なんかいい感じやないか。なんかすごいガンダムいるな。これなんだっけ。このゲームほんとね、期待が多すぎてな。最後ビームライフルで仕留めてやる。え、消えた、消えただと。サイコフレームの影響か。ざまあないぜ。いいぞ、めちゃくちゃガンダムをうまく使えている。これなはブライトさんも納得のはず。なんか戦い方これ違う気がする。まずいな、左から新たな敵へ。一旦逃げましょう。一旦これは逃げましょう。いいぞ、このマップ面白いね。圧倒的じゃないか我が軍は。ほらほらほら、まあ多分ね、これ多分僕初心者サーバー的なとこにいる気がする。まだ、うん、あの普段よく動画で見る人たちと比べて戦いのレベルが明らかに低いというのは分かっております。僕のこの初心者の立ち回りでもなんか通用できてしまっている。だがしかし、ここから上がっていくからな。待って、今後ろの方が人数で取れてるから、それをみんなでやっちまいましょう。そこチャージできてなかったか。いいぞ。ひどい、もうボコボコだ。ふん。いいね、いいね。いや、いける。3つ4つ、いくつか分からんけど、いける、まだいける。さすがガンダムだ、なんともないぜ。足狙ってひるまなかったけど、これ敵のタックルか。あー、まずい、いや、やめてやめて。あー、いや、私のガンダムが。ガンエボでもやったけど、一応やっておきましょう。さあ、ガンエボの方がなんか
ね、シャーとかさ、サザビーとかがいて、なんかこう、シャー、お前はみたいなセリフがこう出てくるけど、基本的にこのゲーム、期待が多すぎて、なかなかシャーの期待とかに出会えないよね。ひどい、暴力はいけない、一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやろうか、ざまあないぜ。カミーユになっちゃってるって。いいぞ、楽しいぞ。うわ、まずい、殴ったね。足がやられてる。あ、二度もぶった、親父にもぶたれたことないのに。あ、まずい、こんなことしてる場合じゃない、そこだ、足を狙うんだ。まずい、あ、本当にまずい。あ、私のガンダムが殴ってなぜ悪いか。疲れたな。やっぱこう FPS に合わないこの格闘というね、いや、いける、一体いくつの、これ12機いけるんじゃないか、12機のリックドームが全滅、3分も経たずにか、あれ3分だっけ。後ろを取った、後ろにも目をつけるんだ。ふん、やれたか、これ緊急回避された、まずい、こちらも緊急回避だ。味方のバルカンでアムロならいける、チャージしろ、そこ一旦下がってレーダーよく見て人数有利を取るんだ。これタックルってどういう時に使うんだろう、いまいちわからない。あ、でもブーストを使い切ってしまうのか。推進剤はまずい、これタックルしていけた、おらギホちゃん、うん、サーブルサーブル、無敵時間入っちゃった。そうだ、このゲーム無敵時間があるんだよね、起きるまで。うわ、これが戦い、つまんない、なんか今の残酷的な弾幕だったな、悲しいけどこれ戦争なのよね。これ以上の損害は出させねえ、うん、あー、まずい、二度もぶたれた、暴力はいけない、立て立てよ、立ってくれ、こいつをどうする、待って、一回ビームライフルを、まずい、敵のが、そこ、うまい。うまい、当たれ、体力が弱ってるやつをやるんだ。残り時間、え、結構いい勝負してた、まずいぞ、どうだこれ、かっこいい。すごい、なんかめちゃくちゃうまく、僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。これ成績とか 見れないのか、アシストスコア、あれ、思ったよりアシストスコアが1位でした。撃破とかダメージじゃありませんでした。まあ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 、お、なんか見れますね、ダメージ3位か、まあまあまあ、最初のガンダムにしては頑張った方じゃないでしょうか。というわけで、初めてのガンダムバトルオペレーション2の動画でした。近々ね、ちょっとガンダムのお仕事で発表ができそうなので、非常に楽しみであります。というわけで、祈祷します。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun.